主社県は、アゼルバイジャンの南西に位置する県。主社をその中心とし、海には31の村落がある。1992年から2020年まで、アルツァフ共和国の実効支配地域となっていた。1813年に、ゴレスターン条約によって、ロシア帝国の領土とされるまでは、ガージャールアサペルシアの下で、カラバフ半国の中心地域であった。その後には、 カスピ州の下で出社軍が形成され、1868年からはエリザベトポリ県の一部となった。アゼルバイジャンソビエト社会主義共和国成立後には、1930年8月8日にナゴルノカラバ富士地州の一部として、出社地区が設置された。出社地区は1963年1月4日にステパナケルト地区に編入されたが、1965年6月に、 再建された。ソビエト連邦の崩壊後は、ナゴルノカラバフ戦争の舞台となり、1992年5月8日にアルメニア人側の勢力下に入った。この際、アゼルバイジャン人による歴史的建造物の多くが破壊されたという。戦争を機に事実上独立したアルツァフ共和国における行政区画、主市地区は、 主社権とその西部のラチン権の一部に重なっている。2020年11月8日、アゼルバイジャン軍は2020年、ナゴルノカラバフ紛争にて主社を奪還したと発表した。11月10日より発行した停戦協定により、11月30日正式にアゼルバイジャンへ返還された。ソビエト連邦時代、主社地区の民族別人口は以下のように推移している。 零零零十、零零零十五、零零零二十、零零零千九百三十九年、千九百五十九年、千九百七十年、千九百七十九年。ありがとうございます。